マジっすか、友さん本物、赤髪の友のゲーム実況チャンネルさん、2000スパチャありがとうございます。すげえ、登録者余裕で100万、余裕で100万、もう200万人近い、てか200万人到達してるっけ、友さんですね。やばい、ありがとうございます。で、そして、さくらさんと、ちょっと待ってね、スパチャ読んでないの、よかったな。高谷さんですね。高谷さんも600円スパチャ、ありがとうございます。いつ見ても惚れ惚れしてますと。噛んじゃった。ありがとうございます。で、これで多分全部読めたかな。わぁ、トモさんが来るのはびっくりするわ。ありがとうございます。ほいほいほい。で、これで。あ、ちなみにこのイベントは明日の16時ぐらいまでなので、それまでにあのポイントを100ポイント獲得しておかないと、ポケモンシーンね、ゲートできなくなっちゃうんで、トモさんもぜひぜひ、プレイしてみてください。ありがとうございます。チケットでね、手に入れられませんからね。ほい、動揺してる。ちょっとびっくりした。めちゃくちゃびっくりした、ほんとに。ほい、桜さんのこの2枚スパチャも、あの、石油でやばいですけど。トモさん、まさかトモさん本人が、本人ね、来ていただけるとはね。ほい、ほい。で、とりあえず、これで、火力出していきましょう。ほい。ポケモン151匹しかない。なんか今、ちょっと前調べたんだけど、今809匹いるらしいね。それはちょっと前の話なのかもしれないけど。ほい。あ、セミや。これはびっくりしますよ。ほい、ほい、ほい、ほい。ほい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 。で、連ムーブで一旦ちょっと連でいきます。はいはいはい。おらおらおら、190万人登録者数いるんだもんな。俺が今チャンネル登録者数12万人だから、俺の、1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15。もう本当に約20倍ぐらいじゃね。やばすぎる。ほう、おら、おら。ね、ターゲットあるんで、レンムーブで、いきます。はい。いても、アメニアさん、もう、テトリスやってる人は誰もが知らん。ああ、まあ、テトリスやってる人はね。ただ、もちろん。テトリスやってない人からは、そんなにあると言われるほどではないので。まあ、まだまだっすね、俺も。ほら。貴重なスパチャも見れたして寝ると。いや、本当に桜さん、今日もね、たくさん、あの、石油多すぎます、本当に。たくさんのスパチャありがとうございます。綺麗な、この美しい花火で倒していこう。うわ。なんでね、本当にまだ、ポイントをね、このイベントで100ポイントをゲットしていない人は、今のうちにしっかり稼いでいかないとね。で、これでいくか。はい。本当に話しながらできる。できますよ。それがね、やはり、俺のゲートです。ほい、ほい。で、50%、これ、ターゲットを追って獲得しているよ。いい感じ。あ、皆さん配信してなくてもずっとテトリスしてるんですか？いや、そんなことはないよ。基本的には配信してるとき、のみかな？まあ、のみってほどではないですけど、一応デイリーとか別アカでも消化してたりするんで、ただ基本的には配信アカウントで、配信してるとき、のみ。のみではない。ほとんどそれだね。おっと！はい。あしらがおじさんさんですね。さくらさんおやすみなさいますと。はい。すげえ。もう、石油王の方なんでね。さくらさんに対してのおやすみなさい、スパチャ。センスパチャありがとうございます。はい。1位が当たり前ですか？まあ、基本1位だね。基本1位だけど。まあ、ずっと1位ではないですよ、もちろん。ほら。
ちょっと連ムーブで。これちょっと、どうしようかな、これ入りません的やめるか。真ん中地形高くなるから怖いな。こまはい、こまは。で、これで、神が動揺してんの初めて見た。いや、さすがにね、ちょっとこれ動揺しますね。一応ね、トモさんからスパチャをね、いただいたことは、過去にも、数回あったんですけど、ちょっとかなり、久々だったので、はい。さすがに動揺していると。いろいろ神々だったからな。多分正気ね、多分正気の際出したい。ちょっと連パフェ取っていくか、これ。連パフェ取っていく形。はい、パフェクリア狙い。ほら。はい。はい。で、パフェは取れないか。取れないな、ちょっときついな。やめよう。ね、このままターゲット多めなんで、これで倒していきたい。なるほどね。とどめかな。ほい。ほい。あの人ターゲット多いから外しておく。3受けて、2も受けるか。2じゃない、1にしておけよ。1回受け。6本いけるか。これはマージン入るんじゃない？多分マージン入ると思う。やっほーか、ここへ。足長星田さん、またしても、千円サチャありがとうございます。いい。平積みのコツありますか？平積みのコツは、そうだねー。なんだろうなー。ま、いろいろあるんですけど、ネクスト見ることかな、やっぱり。ネクスト見て、ちゃんと綺麗に積めるようになる。ネクスト見、ね、ちょっと多く見るのは難しいんですけど。これがコツなんじゃないかな、やっぱり結局は。一番のコツはね。ただ、基本的にミノを横置きするといいっていうのはあります。おら。おら。おら。例えば、こういうね、L ミノとか、こういう Z ミノとかも、基本的に横置きで。ほら、そうすると、結構積みやすい。一応コツはある、ね。はい。二人分。いやー、これマージまで入るな、普通に。普通にマージまで入るけど。ネクスト全部見てますよ。ほい。ほい。そう、ポケモンコラボしてます。今ね、この明日の16時まででイベント終わっちゃうんで、今のうちにポケモンスキンゲットしておかないと、もうゲットできなくなっちゃうからね。早めにプレイした方がいいです。ほい。ポケモンスキンが欲しい人なのね。で、ちょっとあの人多撃してるから外しといて、とどめかなー、とりあえず。とりあえずとどめ1で。ただ長いな、こっからだいぶみんな耐えてるから。体感体感だけど14分ぐらいいきそうなペースだね、これね。最大マージンクラスまで行くぞ。ほい。ほい。そうだね。12日だから明日まである。で、とりあえず送りたいけど、とどめにしてはOKです。ただ、まだ 50% か。まだ 50%。最大行くと思うな、俺の予想は。これは多分より闇に突入すると思います。4にして受けよう。4にして受けることによってここしっかり直通を引いて強いと。はいはい。はいはい。はい。いやー、長いな。3人分。OK ナイス。これで 75% 手に入れていったのはいいんですが。ハゲゲーもあるし、マージもあるんで、これはちょっと、本当に警戒が必要だな。はい。OK。9分経過。ありがとうございます。その人も積むの早いし、この人も積むの早いね。はい。
はい、はい、ターゲット多すぎ、うますぎて鳥肌立つ、ありがとうございます。ほどめ1、4は受けるか。あーでもちょっとミスった。いやーこっから火力インフレすんな、超インフレする。とりあえず組んでいこう、組み込んで、はい、はい。マージンで公式用語、アメメ語。まあ一応、どうなんだろう。ぷよぷよの用語って言った方がいいかな。まあでも意味合いは一緒だから。まあ公式用語って言っていいのかな、一応。テトリスの用語っていうわけではないけど。はい。はい。タネさんにしたいね。ぷよぷよ。で、これもマージャン入ってるから、ただの一覧決勝かでだいぶ遅れるね。うわぁ、やばい。この火力ね。はい。はい。はい。さあ、やー。マージンの、この闇に飲まれねえでしょう。はい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 。いやー、長い。最大やっぱ行くな、余裕で行くな、これな。マージン対はやばいね。俺は一応バチは100あるけど、マージン入るとほぼほぼバチが関係なくなるゲームにはなるので、いい、ほらほら、はいはい、マージンプラス6。ただの2連携してる、これ。相手に8連防くれるね、人権の場合は。やばい、火力が。で、あの人はちょっと4列してるから、外しといて。はい。さあ、どうだ、これは。うわ、耐性重視かな。ほいほい、貫通してくる。いやー火力がやばいなー、どうしよう。
いやー闇が深い、やばい。一覧消し強いけど、オッケー倒していく。一覧消し最強。これ相手に12ライン飛ん、12ライン飛んでるからね。表示は2ってなってるけど、これ相手に12ライン分飛んでます。軽くインフレすぎてるから。はい。いやでもこれ展開取れたか。あの人もタギ切れしてるのね。いやーやめといた方がいいかな。タギ切れも来てるし。残り3人になった。とりあえずこっち送って、持って。はい。貫通したぞ。どうだ。はい。OK。とりあえず1対1になって。相手バッチリこれから展開取るのは辛そう。よし、このレンジ獄モード入った。よし。こうなれば俺のゾーンモードだ。よし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 。よし。とりあえずタギギー回避したんで。タギギー回避して、俺の超得意ムーブ。レンジ獄モードです。始まります。これを抜け出した者は未だに誰一人としていません。よし、来た。こうなれば。俺の超最強、超究極最強得意分野です。おい。よし。ほら。油断は禁物。油断はしません。はい。17本もついてるのかやべえな。ほら一回も展開取り直してないから自利品にはなってそう。ディレイかければ一応耐えれるは耐えれるけどね。展開取り直されてないんで割と相手としては自利品になってると思います。これを永遠に繰り返していけば、少なくともこっちが、やばいことになることはない。ほい。ほい。ほら。バッチリこれ展開取り直すのは難しいだろうな。いやでも一回も展開取り直してないから耐えてるとはいえ自利品になってると思います。ワンチャン最長もあり得るかもね。
集中力だけ切らすな。展開取り直してくれ。これ取ってきた。貫通させといて。オッケー、よし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 。強気に展開取り直してきたら刺さるよね。ロイくんだった。よし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 。抜け出せないこのレンジ獄。ロイくんやっぱ耐えてくんな。よしよしよし。だがしかし。無限ループなんだよな、このな。一生レンジ獄。まだこれを抜け出した者は誰一人としていない。きついよな、展開取り直してもな。貫通意図的にさせたからね、今のね。やはり2位ロイ君だった。ロイ君強い、本当に。耐久力高いな。で、2位ロイ君、3位アンソニー、3、4位ディミットレス、3、5位パーティーボイク。あ、これ、総勢だな、もう。6位もドレミクいるし、9位もウイショータクいるし、これ世界2位、世界3位、世界4位が揃ってんだ。で、神スナイプ。この人も強いからね。7位も神スナイプでしょ。で、8位もこれ、りょうたくんスナイプ。9位もウィショータくんスナイプ。これすごいな。これ世界大会だな。世界1位から世界4位まで揃ってるぞ。